知った顔はたくさんなんですが、パパッと短い自己紹介をすれば、佐山春子、55歳、若い、B型、札幌生まれの札幌育ちであります。で、まあ、子供が2人産んで、28歳男と、そして、まあ、6歳離れて、さくらが生まれました。さくらは現在、23歳です。それで6歳離れて産んださくらですが、まあ6歳離れているので、そう、待望の第2子だったんですよね。で、本当に産んで一生ものの障害だって分かったのが本当に1歳の誕生日だったんですけれども、まさかその障害児者がこの世の中にいるっていうことは当然分かってはいることだけれども、まさか自分が産むとは、日高大丈夫、思っても見なかったことであって、で現在、まあ、いろんな北大から医大から、漫画にもなった吉尾の空の高橋吉尾ドクターのところとか、行ける病院は全部行って、で、まあ、障害者、障害児の認定を受けるのに、その書類が書けるドクターが書類を書くんだけれども、その都度都度そこに書かれている文言はまさに最重度中の最重度なんですよね。まさかそんな書類に書かれるような重度障害のある人間がここのお腹に入ってるだなんて、もし先に分かっていたんだったら、おそらく恐ろしくて恐ろしくて、とてももう育てる自信なんかこれっぽっちも持てない、覚悟なんか絶対できないから、事前にもし出生前診断検査を私が受けたとして、何らかのものがその検査で分かった段階で、まずものすごい悩むのと、あとは私がそれでも産みたいともし思ったとしても、夫、そして私のことを愛してくれている私の両親、そして夫の両親はやっぱり揃ってやっぱり中絶を進めたと思います。やっぱり産んでも大変だし、育てられないし、産んでも幸せはないんだよって言われたと思い、もし事前に分かっていたなら、さくらはこの世に誕生していなかっただろうなって今本当に素直に思うんですね。がしかし、今日現在さくらも私も生きていて、その検査が受けなかった、受けたとしてもダウン症でもなければ脳性麻痺でもないので、その出生前検診には引っかからなかったであろう。要は運命の子が6月9日の X デイに生まれました。そして生まれて普通分娩で生まれたんですけれども、まあおっぱいの飲みもすごくいいし、でなんだけれども上に1人子供がいるので、上のお兄ちゃんと比べて何かが違ったの。何が違うかっていうと、本当にほわーっとした感じで、ここに確かに抱っこしておっぱいを飲ませているんだけれども、いるのに本当にね、こう透明なポヨーンとした風船、大きな風船の球体に浮かんで入っているような感じ、ここにいるのにこう実体がないような感じで、で視線も当然合わないですし、何かが違った。で、その違うなって、何かが違うなと思ったのが生後3ヶ月ぐらいの時だったんだけれども、そしたらやっぱりうちの母親も夫のお母さんもやっぱり同時期に、さくら何か違わないかいってやっぱり同時期に言い始めたんですよね。やっぱり何かが違うよねって。でもサイズ的にも十分だし、おっぱいの飲みもいいし、赤ちゃんの絵本を読んでもちゃんとオチで笑うんですよね。でおかしくないですよね。そしたら4ヶ月検診っていうのがみんな赤ちゃん、近隣の区役所であるんです。だから4ヶ月検診に行ったら
じゅんぐり回りますよね。なのでそこで何か指摘してくれるかもしれない、何か答えを知りたい、で連れてったらやっぱり問いを開くなので100、ね、おびただしい数の4ヶ月児がいっぱい来てて、で見てもらうんだけど全部それがパスしてしまうんですよね。いや異常なし、ここも異常なし、ここも異常なし、ここも異常なしって通っちゃったと思って、だけど腑に落ちないから帰れないんだ。で結局抱っこひものここ抱っこしたまま最後までじーっと待って、人がはけていってからすいませんうまく言えないんだけど何かが違うと思うんですと、もう一回見ていただけませんかって言ったら、あじゃあ本当に最後に全員で見るよって、で桜を取り囲んで全員のドクターが見てくれたんだけれども、やっぱりここで見るだけじゃ全部の検査はパスしてしまうと。でもお母さん何せかんせまだ生まれて4ヶ月だから何かあったとしてもまだわからない、ただのゆっくりさんかもしれないからもうちょっと様子を見てはいかがかっていうことで、こう腑に落ちない感じで帰ったんですよね。 そしてそれが6ヶ月になっても7ヶ月になっても8ヶ月になっても9ヶ月になってもやっぱり6ヶ月の時に1回転だけ育児書通りに寝返りを打ってしまうから、その時にまたホッとしてしまうわけなんだよね。だけど本当に指差しもなければ難語もなければ何もない、だからやっぱりいよいよ半年経過したらもっとできることがハイハイが始まったりね、いろんな発達が見れるんだけど全くないので、いよいよ5ヶ月目6ヶ月目ぐらいからいよいよ小児科に行き始めるんです。何かこの子おかしいんだけれども何がおかしいのかわからない、結局、5ヶ月目から1歳6月9日の誕生日を迎えるまでの半年間の間にね、5件あそこの病院が障害児者詳しいよっていう病院に行くんですよね。なんだけど5件とも全部今のところ異常なしって言われてしまうんですね。そしたら6件目行こうっていう気にはならなかったんです。でこうなんとなくこうどっから見てもおかしい、生後6ヶ月で成長がぴったり止まってしまっている、しかし体だけは1歳児になっている、1歳児って言ったら普通立ち歩いたりしてるんですよ、そのサイズなのに未だに何語もなければ目を合わなければただそこに転がって寝返りのみ1回転するだけで、いやそして6月9日1歳の誕生日の朝を迎えるんだけれども、でその日は、森家がさくらの誕生祝いを夜お寿司屋さんで盛大にやってくれることになっていて、だけど見たことない親戚まで来ると、おそらく20人ぐらい来るっていう盛大なお誕生会を催してくれる、だけどこんな連れていけないっていうかどうしようって思っていたら、お昼ぐらいに電話が鳴って出たら5軒行った病院の中で1軒だけ大きな病院の小児科のドクターが電話をくれたんですよね。お母さんあれから5ヶ月過ぎましたけどさくらちゃんの発達その後どうですかってたった一人のドクターが電話をくれて、あ先生あのまんまなんですけどって言ったら、あじゃあ時間外に連れてこれるかい、もう行く6時に寿司屋、病院に4時で、いそいそとタクシーに乗って連れて行ったら、何回か会ったことあるそのにこやかな先生がね、にこりともしないでいつも通されない小さな別室に通したんだよね。でそこで、あ今日は先生にこにこしてないんだって言ったら、いつも通りこうかっけ反応をやる、そしたらカクンって正常反応します、足も正常にピコンって上がる、そしたら本当に今度は本当に1歳の小さなさくらを赤ちゃんだからね、ひょって足を持ち上げたと思ったらクルンって落とすような行動するんだよね。そしたら正常な赤ちゃんはビクってなってこうやってパッて手を広げてパラシュート反応っていうのを
するんだって。それもさくらは難なくやっちゃうんですよね。で全部の反応が正常なんです。で私もただ黙って、これはもうどこでもやられることであって、やっぱり今日もさくらは正常反応を示してしまうなと思ったら、先生がそーっと私にさくらを戻して、即真顔で、お母さん、さくらちゃん1ヶ月医大か北大に検査入院をお勧めしますって言われるんですよね。入院っていうことが、出産しかしたことがないから、入院っていう言葉に対してすごくハードルが高い。そしてさらに6月9日誕生日なんですけれども、長男が4月に小学校に入学したばかりなので、まだ2ヶ月しか経っていないから、とても家を空けるわけにはいかなかったんですね。なので、いや長男は小学校に入学してまだ間もないから、私が家を空けるわけにはいかないって言ったら、じゃあ入院でありとあらゆる検査、入院すると1ヶ月で終わるんだけれども、通いだと3倍の3ヶ月かかるけど、しょうがない、それで行こう。で北大と医大は設備が一緒だから長期戦になるよお母さん、だから相性の合うドクターがいる、両方夫婦で行ってどっちのドクターがいいか決めて選んだらいい。で両方行ってうちは北大を選ぶことになるんですよね。で、まあ、でもその時に、あそうなんだ、それはもうしょうがないなって思って、そのわざわざ電話をくれたドクターに、いや先生でもね、さくらね北大か医大に行っていろんな検査をして、なんだっていうその問題点があぶり出される、そしたら治療が始まりますよねって、うん、そしたらその治療を開始して、先生1ヶ月ぐらいしたらさくら良くなるかなって言ったら、先生が3ヶ月ぐらいかかっちゃいますかねって言ったら、半年って、半年っていうのはもう異常に長いんですよ。それでも先生はって言ったら、先生の方から、お母さん、さくらちゃんの障害が何だか分かったとしても一生治りませんって言ったんです。その時に、どんな治療を、どんな手厚い何をやってもさくらの障害は障害なの、病気じゃないの、一生治ることがないんですかって言ったら、って言った時にびっくりして、今まであったいろんな悩みが瞬時に全てが吹き飛んだ気持ちになったんですね。それと同時にふつふつと怒りの感情が湧いてきて、その怒りの感情っていうのは何かっていうと、5件病院にも行ってるんだ、なのにみんな異常なしって言ったんだ、異常なしって5件プロのドクターに言われたら異常ないってやっぱり思うんですよね。もしそこで何らかの、もしかしたらお母さんがね心配してらっしゃる通り、さくらちゃん何らかの問題があるかもしれないって誰かが言ってくれたんだったら、心づもりが、あやっぱり何かあるかもしれない、やっぱり何かあるかもしれない、やっぱり何かあるんだって、その5ヶ月間の間で心の準備ができていたんだけれども、全員が異常なしって言ったために準備ができなかったんですよ。準備ができていなかったのに、いきなり何をやっても治らない一生ものの障害って言われた時に、なぜ5人ものプロのドクターに見せておきながら誰もそれをちょっとでも言ってくれなかったんだっていう、その怒りで先生に向かって、先生を責めてるわけじゃないんだけど、今怒りの感情が湧き起こってしまっていると、もうこの気持ちをどうしていいのかわからないんですと、どうしてこの5人のあなたを含め5人のドクターは私にこの子さくらちゃん何か問題あるかもしれないって、どうして誰一人言ってくれなかったんですけど、もし違ったら違ったでいいから、私はその覚悟をちょっとずつ持っておきたかった、先生今私の気持ち先生わかりますかって語気を強めて言ったんですね。そしたらその先生もすごい辛そうな顔をしながら、お母さん森、まあ、当時私離婚してなかったんで森さんという名前だったんですけど、森さんだから正直に言うよって、医者も人間なんです、この5人の
ドクターは僕を含め全員がさくらちゃんに何らかの問題があるということを気づいていました。気づいていたでしょう。ではなぜ言えなかったか、こういうことなんです。僕にも経験があるんです。僕たちは早期発見早期療育がいいと思って見て何らかの問題があるって普通は分かる、みんな分かっていたんだけど、じゃあなぜこの他の4人のドクターには僕は会ったこともないけど全員僕と一緒だと思う。なぜかっていうと早期発見がいいと思って、あ、もしかしたらこの〇〇ちゃん〇〇くん発達遅滞もしくは脳障害何らかの障害があるかもしれませんよって、でももしかしたら急激に1歳だったら追いつく子もいるんだって。だけど追いつかない子もさくらみたいに追いつかない子もいるでしょ。で、分かった時点でもし言ったとしますよね。それはまだグレーゾーンの時に、そしたら大抵翌日か翌々日ぐらいに、なんて失礼なこと言うんだって言ってジジイバーバー連れて夫を連れて診療時間内にものすごい迫力で文句を言いに来るのが普通なんだって。で、僕も経験があるんですって。その破壊力、その怒り、収まらない怒り、診療時間内にやってくるわけですよね。当然他に患者さんがずらっといるのに、もう恐ろしい。で、あなたみたいにもし、はい、5ヶ月僕見ましたね、言ったとする、あなたは1歳になってさくらちゃんがその発達に追いついたんだったら、ああよかったってよかったって言ったでしょ。だけど普通それは私みたいなタイプの方が異例なんだって。ほとんどが怒りを持って殴り込みに来るかのごとくだった場合、そのダメージは計り知れないですよね。お医者さんでも僕も経験があるから、他の4人のドクターも同じ経験をされていると思う。さくらちゃんはダウン症でもなければ脳性麻痺でもなければね、染色体異常でもない、要は薬とかで投薬をしなくてもいい、要は一番多いタイプのそれこそグレーゾーンの子って言われる子なんですって。だからグレーゾーンの子は告知を1歳まで待つんだって。1歳までも平行線だった場合は間違いがないから。あ、そうだったんですかって、まあ、言ってしょうがないって思って、そのまま寿司屋にタクシーに行って行きました。で、あのお姑さん離婚したのがもう 7,8 年前なんですけれども、お姑さんと結婚したようなもので、いまだに仲がよくって、徒歩 5,6 分のところに住んでるんですよね。いまだに会うんです。で、実母より気があったかもしれないぐらいまだ生きてるんだけど、うん、で、まあお姑さんが森家を全部まとめている感じでね。で、みんな待ってる、親戚も森家の親戚もずらーっといて、お寿司屋さんで今か今かと私とさくらの到着を待ってる。なんかちょっと怪しい雰囲気だね、何かあるかもしれないっていう赤ちゃんなんだってさくらっていうのはみんな知っている。で、今ちょうどはるちゃんが前見せたお医者さんから呼ばれて、もう一回今診断をしてもらってる最中だから、もうちょっと待ってねってみんな待ってるんですよ。で、私はもう何をやってもどうにもならない一生ものの障害者なんだってもう言われたばっかりですよね。もうどうしていいかわからないんですよ。とりあえず抱っこひもの中にさくらを詰めて、時間通り6時に指定されたお寿司屋さんに行った。そしたらおかみさんが、あ、皆さんお待ちですよ、2階ですって言うから、はいって言って2階に登ってった。襖を開けたら20人ぐらいいるんですよ、ずらっと結婚式みたいにね。そう、それでそしたら森のお母さんすぐに、あ、来た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 って、はるちゃん来たよって、どうだったって言われた時に、そういう感じなんです。言われた時に、その一生ものの障害者だったってことを言わなきゃいけないんだけど、本当にね、その時にね、あ、さくらは一生ものの障害だったそうですって
言っただけでもう二の具が告げないんですよね。そしたらもうその森のお母さんもそれをもう察して、あ、これ以上言ったらもう泣くんだなっていうのがもう分かっているから、ただお母さんは本当にね、お父さんもお母さんもうちも親もみんないるんですよ。なのに本当にね、お母さんがその長なんですよね。だからお母さんが皆さんの方にこうずいっと向いて、皆さん今聞いて通りだ、うちの孫、うちのさくら、一生ものの障害者なんだそうだって。そして佐山さんの家も、うちの森家も知った限りでは障害者いない、いたかもしれないけども今のところいないから、初めての障害者が出てしまったねと、なんだけれども、お母さんがどうかここにいる皆さん一緒にさくらを育ててくださいって頭を下げたんですよね。もうどんなに偉いかなと思って、もうそれでやっとはいつも通り私こうやってもう立ち尽くしてるわけですよね。みんなお膳です、こうやって本当に昔の結婚式みたいなの座ってるわけですよね、お膳の前に。ただみんなが無言でうなずいて、うちの親もみんなこうやってうなずいて、そしたらね、森のお母さんがいつも通り、母ちゃんはい疲れたでしょっつってさくらを受け取ってくれて、ミルク持ってきたんだよねって言って、はるちゃん今日大変だったなって、母さん全部さくらのこと見てるからごちそうを食べなさいっていつも言ってくれるんですよ。で、なんて本当にね、そしてさらに偉かったのが、今度はうちの両親の方をずいっと見て、佐山さん犯人探しはやめよう、よく障害者が出たらあんたの家系じゃないの、うちにはいないよって言って、やっぱり揉めるんです普通はね。だけどそういうのはもう一切やめようって、みんなでとにかく仲良く育てようやって普通言えない、そんなこと言えない。なんか本当に何て言うんだろう、生まれたさ、卵から生まれたひよこがさ、初めて見る物体をさ、ね、親だと思うのと同時に、もう生まれたてのこれ以上ないほどのショックを受けた私に、その姑のその言葉が全ての根底、全てのエネルギーを、やる気を出させてくれる本当天からの言葉だったんですよね。でその後もいろんな障害児者になったんで、やっぱりひまわり聖戦っていう障害者施設に何年間か行くことにもなるけど、そこにはありとあらゆる重度障害児のね親が来ているんだけれども、やっぱりそこで喋りますよね。そしたら うちみたいなこと言われた人なんかいないんですよ。ってうちなんか実母からなんでこう産んでこれたのとか、やっぱり姑からも面目ないと、そんなことを 言われる方が、しかも産むなって言ったのにあんたが産んだからって一切手貸さないよとか、本当にねリアルにね、そんなことを言われている人が珍しくない、立ち直れないですよね。それやっぱり心療内科でお母さん通ってますよね、誰かが。でやっぱり離婚率が高い、やっぱりぐっとその一番母親がショックを受けてる時に、誰かが大きく、それはまあ大抵は夫であろう、でもうちの場合はお姑さんだったんですね。で私はそのいろんなこと、とにかくいろんなことを、この子を全力で育てようって決めたから、いろんなところの専門家の話を聞きに行ったりなんだりするんだけれども、あの2件の専門家から教えてもらったのが、母親と父親のショックの度合いが8倍違うんだって。で8倍って2倍でもすごいですよね。なのに8倍って天井を超えてますよね。で8倍と母親がその宣告を受けた時のショックと、お父さんは8分の1だっていうんだ、オタクは違うんだろうけども、ね、それでその時に足の専門家に、待って、どうやって8倍っていう数字出したのあの8倍って全く別のところで聞いた、そういうデータがもう文献になっているんだって。そしたらその別々のところで聞いて、やっぱりここでも8倍って私に教えてきて、でその人にもちょっとすいませんって話の腰をって言われるんですけど、ただ8倍っていう数字はどういう方法で叩き出した
そうじゃないですか、あいやそこまでは知らないって、やっぱりその別々で言うんですよね、ちょっとおかしいじゃないですかって、はい今ドクターが宣告受けた、その時に両親に、はいちょっと待ってって血液検査で数値測るんだったら今死んでか死ねって言って、ビヨーンってアレルギー数値みたいに出るのか、その測定方法が知りたいんだけど、今日現在の測定方法はわからない、なんだけども8倍なんですって。はい、まあそんなことでお仕事目線には非常に救われて、私はその後こういうふうにみんなの前で話をする内容の元になるブレインウェーブ療法っていうイギリスの訓練をやることになるんだけれども、なんやかんやとこれをやるにもものすごいエネルギーがいるんですよ。そのエネルギーを授けてくれたのは姑森美代子、間違いないないです、基本の木土台を作ってくれたのは彼女だから。はい、そしてとりあえずは右も左もわからないので、どこに行ってもいいのかわからないから、まあ北大からね、とりあえずうちずっと豊平区なんだけれども、ちょっと遠いんだけど、厚別の方にミレノ会っていう大きな、なんか障害児とか見てるミレノ会っていうところがあるから、そこのプロのスタッフがいてね、要は保育園みたいな音楽療法みたいのをやってくれるから、だけど4人集まらないと開講できない、今3人集まったけど、で桜ちゃんちょっと遠いけど、私当時運転はしてなかったんですよね、免許はあったんだけど、行くかい、もう家で2人っきりなんか入れないから、何らかのいい刺激を与えたいし、知識が全くないので、いや行きます行きますって、もう地下鉄とバス乗り継いでそのニレの会に行ったら、ありと、まあ、ダウン症をはじめ4人の全員違う障害児、1歳児がいてね、でプロの音楽療法のその障害児専門の人たちが1時間やってくれたら、やっぱりみんな喜ぶ、音楽療法、あとベビーマッサージみたいな、で、あ、よかったって思って、まあ半年ぐらい通ったら、あ、どうも遠い、一番遠い豊平区から厚別までっていうのは運転もしてないのでね、そしたら、あ、どうもさくらちゃんこういう音楽療法みたいなの大好きみたいですね、じゃあ豊平区にはひまわり精神園っていうところがあるから、そこだったら、お母さんも付き添わなきゃいけないんだけど、通園バスで拾ってってくれるから、よかったら見学してね、気に入ったらそこに一回入ってみたらって、だから30組が定員だから、それこそもう見たことないありとあらゆる障害児者の親子が、就学前0歳から6歳まで、いて、そこには全員がほとんど、まあ、全員が母親もしくは父親、まあ、99% 母親ですよね、いるから、先輩お母さんたちもいるから、そこでいろんな情報交換がなされるよっていうから、まあ行くことにしたんですよね。でそこで私は行ったその日、私が一番新人じゃないですか、あとはもう見たことのない、やっぱりね、長男を育ててた時には見たことないような銃、今はもう見慣れてますよね、今は見慣れてて何の障害ってこうやってベラベラと聞けるけど、もうそのお宅どうされましたとかどうしましたとかいいけど、その当時言えないですよね。で一番最初にそのひまわり精神園に桜を連れて体験した時に、当然うちの夫もちゃんと付き添うんですよね。そしたら私もやっぱりその気管切開当たり前ですよね、あと本当にもう手足がひん曲がってたり、長男を育ててきた、健常者だけを育ててきた6年間一度も見たことない、目に触れることのない子たちが、母子がそこにいたんですよね。そのショックだけど、私はもうそういうの仲間なんですよね、もうね、目なんか背けられない、もう目なんか背けられない、私は一人ずつ見ましたよね、頭にスキャンするかのごとく、なんだけどもう逃げ場はないんですよ、私はそこの一員なんだから、同じレベルって言ったらレベルなんだから、なんだけどやっぱりうちの夫はスッで背を向けて、私にしか聞こえない小さな声で、とても見れないってやっぱり言ったんですよね。それは本音、本音、そこにこれから毎日そこに連れて行かなきゃいけない母親と、そこに絶対に連れて行かない父親の
温度差ですよね。私もやっぱりその時に、あんたはそうやって目を背けられていいねって、私は逃げ場がないよって正直思いました。ね、まあ家で二人きりにいるよりそっちに行った方が、私もここまでもズタボロに傷ついてしまった心で、やっぱり何が欲しいかっていうと、やっぱり姑、ね、私の姉、うちの両親、まあみんなすごく寄り添ってくれたけど、やっぱりね、同じ立場の人間じゃないとね、癒せないんですよね。やっぱうつ病の人はうつ病の、アル中の人はアル中の、薬中の人は薬中の、やっぱり障害児者を産んだ人は、やっぱり障害児者を実際に産んだ母親しかね、やっぱり癒せないんですよ。同じ気持ち、なんか事故でね、足を切断しちゃった人は立ち直るのに、同じ立場の立ち直った人からしか、やっぱり最初の大きな大いなる一歩、癒しは踏み出せないですよね。で、周りにいなかったから、私はここのひまわり精神という場所に行くことによって、徐々に先輩お母さんたちがずらっているさくらより重い子たちの方がもうほとんどだから、ここで癒されていくんだって、まあ長男の子育てもありますよねって思って入ったんだけれども、全く癒されなかったんですよ。なぜかというと、当時のやっぱりメンバーみんな、こうやって障害児の親って言ったって、ここにいる人だって全員違う人間ですよね。全員違う人間ですよね。で、たまたまそこにいた先輩の方たちが本当に柄の悪い女子校みたいな、本当に今でもひまわり精神はピッカピカの新しいところになってね、前は本当にボロボロの縄屋みたいなところで、窓開けたら平岸墓地が一面に広がっているところだったんですよね。で、まず建物が本当にボロボロで、要は桜が出た後建て替えになったからピカピカなんだよね。で、今はそんなことないと思うんだけど、当時本当に、まあ、プロの保育士さんってずらっといますよね。で、お昼時間はお母さんたちにも休憩を与えてくれるっていうんで、給食をプロの保育士さんたちがあげてくれて、お母さんたちはあっちの別室のソファーがあるところで自由にしててねっていうそのところがあるんだけど、ほとんどの人がやっぱりこの本当にボロボロのソファーなんですよ、古いから。そこにやっぱりそのなんじゃ、姉をみたいな、なんていうの、にいるんで、すぐなんか、この長い座になって、ダーンって座って、こうやって、全員がタバコ、パーって吸って、パバババンってやって、でも話題は全部人の悪口だったんですよね。それで、って困ったぞって、本当に、私がなんて言うんだろう、そういう話をした、どうやって立ち直ったのかとか、ご家族はどうなのかとか、一体どういう障害なのか。だけど30人定員なんだけど、みんな重度だから全員来ないんですね。欠席が多い、まあ、大抵入れ替わり立ち替わり10名とか12、3名が出てこれる、その日健康な障害児の親とその子が来るんだけど、でも私もやっぱりこれ人間観察をするでしょ。やっぱりその一番牛耳っている先輩たちがやっぱり4人ぐらいいて、じゃあ他の人たちはどうなのかっていうのを、こうやって全員こう人間ウォッチするわけですよ。全員がこうで、あうぜうぜって、あいつ見たってギャ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 って、全員がそうではないはずだって言うので、困ったぞと。私ここに入ったのに気の合う人がゼロっていうのは針のむしろじゃないですか。でこうやって大人でもルーキーだから逆らってもしないわけですよ。まさか全員見極めなきゃいけないですよね。あちらここで生き延びるためには。まさかこんな大人になって障害児を産んでまで、こんなのバスへの女子校に関わるとは、夢にも、それこそ本当に夢にもね、それこそ予期せぬ出来事だったんですよね。ここにも入ったばっかりだけど、ここで私が仲良くやっていくには、どうしたらいいんだと思ったら、やっぱり4人、4トップいるのが分かる、こうやってピラミッドになってて。でみんなそこのね、じゃあ後の10人ぐらいもそこで生き延びていくわけには物を申しちゃいけないんですよ。やっぱりそれとなく全員がタバコを吸ってるわけじゃないよ。みんなこうやって話を合わせる、話を合わせる、こう諸説で乗り切ってるわけですよ、みんな子供のために、うん、
なんだけど私話を合わせられないんですよ。それで、いや困ったぞと思って、で同じこう内容でこう話を合わせられないから苦しいお昼の時間なんですよね。なので私はゆくゆくこのそばやっぱりタバコも嫌な喘息だったらね、入れないまずタバコが大嫌いと思ったから、あのそこをここにいるのもある日やめようと思って、相当昼の時間だったら誰もいないそのホール、お遊戯とかやるホールに一人で行って、そこで一人でさささっとご飯を食べて、その昼休みを一人きりで過ごす。ただその入れ替わり立ち替わり健康体になった人たちが来るわけですよね。で、あ、今度新しく入った桜ちゃんのお母さんの時って、こっちには逆らっちゃいけないんだけど、どっちかっていうと私寄りの人間もいるわけですよね。それでそっちの方とは、まあ、じわじわコソ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 交流していくんだけれども、やっぱり行きたくないんだ、登園拒否になった、私があの体が向かない嫌だ、うん、だけど桜のためには行った方がいいんだ、うん、そしたらやっぱり当時55歳ぐらいだったはずのお姑さんと私の実母がその話を聞いて、そしたらやっぱ姑が偉いんですよ。奥さん、いっか、柄の悪いところへ言ったんだ。で、偉い姑がとにかく偉いんですよ。そしたら、奥さん、行きますか、私たちはもう酸いも甘いも吸い尽くしたもう50代ですからね、何が来るとどんと来いですよねとか、うちの母親も言って、なんか今度は姑の母親がさくらを抱っこひもに入れてバス停で待ち、ひまわり先生のバスに行ってくれることに なったんですよね。もう本当感謝感謝。そしたら本当に柄悪いねっていや見たって、いや誰も止めないんだねって、その職員の人たちもね、いやもう想像をちょっと超えてたんだって。さすがに睡魔も子育ても終わった我々ですらびっくりする、やっぱりそうですよねって言うの、いや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 、あれはちょっとすごいねって、やっぱりすごかったな。そう、それでなんだけれどもっていうかな、でもあの訓練が、でもたまに私も行くんだ、たまに行くんだ。そしたらやっぱり何やんだっていう感じだよね。ね、みんな必死にさそこでやってんのにさ、両ばあちゃん2人交代で来るのがうちだけだよね。何てめえ優雅な生活を送ってんだっていうのは普通の人間の、だってそんなの、そんなこと、そんな待遇私だけなんだからさ、新人のくせしやがってね、あの全然おべっかも使わなければさ、自分一人でどっかいなくなってね、昼休みを融合しようともしないって嫌だよね、そんなのすごくね。で、あのそれはさておき、サッカーのためなんだ、私めったにもう行かなくてもいいんだけれども、あの毎日やるべきその障害児へのストレッチ訓練がたったの1週間の中でだよ、1週間の中でたったの20分だけなの、20分だけ、あっという間なの、週1で、ね、プロの先生が来て OTPT が来てやってくれるんだけど、まあ、マンツーマンですよね。時にもう運動訓練がいいのはほぐれていくしすごく分かるんだ。時にある日先生に、先生これね、週にたったの一度20分だけじゃないですか、これで足りるんでしょうかって言ったら、いや足りないよ、これは毎日365日やるべきものなんだ、だけどこれは税金で我々雇われてるから予算の関係上やっぱり1週間のうち1人20分しかやってあげれないんだよ、じゃあ私はどうすればいいんですかって言ったら、普通はあの訪問で別口でリハビリの先生を見つけて来てもらうか、もしくはお母さんが運動訓練を学んで我が子に毎日やるか、もうそれしか道はないんだよって言われた時に、私は何とかしてどんなに不格好でもいいから、どんな不格好でもいいからさくらを一人ごっこしてほしかったんですよね。それが夢だったから、だったらもうやるしかないんだってスイッチが入って、何かその時にパソコンを持ってなかったんだけど、 Mac のこのデスクトップの大きいパソコンをドンって買って、さくらが寝静まってから
夜な夜な札幌障害児訓練とかのキーワードを入れて検索を開始したらね、そのアメリカのフィラデルフィアでやってるグレン・ドーマン博士のドーマン法っていうのが引っかかってきちゃうんですよね。ですぐこの親こそ最良の師、ドーマン博士はきっとおそらくねもう亡くなっているはずなんだ、生きてたら120ぐらいで、おそらくお子さんたちが継いでいて未だにある、日本で世界各国ドイツイギリスフランスに全部こうドーマン博士研究所っていうのがあって、世界中の障害児者が訓練を行いに行くんだよね。で日本はね神戸にあるんだ。でまずはもうこれをすぐ取り寄せて、もうあっという間に読んだ、ものすっごく面白く興味深く、あのこのドーマン博士のドーマン法をやるしかないって思ったんだよね。ですぐに神戸だからエントリーしなきゃいけないんだ。でアメリカフランスドイツ主要国はもう保険適用になっているんだって。だけど日本は保険適用になっていないから、ドーマン博士にちょっとフィラデルフィアまで来なさいと直々に訓練アセスメントを授けるって言った場合ね、なんと日本では年間いくらかかると思います？そうなの、1000万かかるの。アメリカに行った場合1年間で1000万かかるんだ。まずそれは覚えておいて、でこれほど、まあ、私知らなかったけどなかなか有名だから、札幌でドーマン法をやってるお宅にぜひ見学に行きたいということで、会う人にこのドーマン博士のドーマン法をやってる障害児の家知りませんかって言ったら、なんと3軒、それはね全部ね琴美に集中してたんだよね。ダウン症をもう1軒は健常児で生まれた元気な女の子なんだけど、インフルエンザ脳症かなんかね高熱出して5歳ぐらいの時にもう寝たきりでほぼ失明になっちゃっている女の子がいて、これが全員ドーマン法をやっていると。で全員の連絡先をもう教えてもらうことができて、電話連絡したら全員快く見学即 OK って言ってくれたから、まあ行ったらもうびっくりするようなすっごいハードといえばハードなんだけど、その効果がものすごいっていうのが、これそのドーマン博士のドーマン法はあなたの脳障害児に何をしたらよいか、親子と最良の医師っていう本なんですよね。でまた驚いたのが、そのインフルエンザ脳症かなんかで、そうすごい元気だ、飛び跳ねてお遊戯とかしてたあの女の子が今こんなになっちゃってもうほぼ失明になっちゃったんだよねっていう、その子に会いに行った時に、え目見えてるじゃないですかって、そうよってお母さんが、だからやめれないのよって、でボランティアさんがバーッともう入り込んでて、あの目の見えなくなっちゃったその子にはまだ回復する機能が残っているその子にはドーマン博士は何をするかっていうと、あの本当にこれぐらいのマス目のタイルの白と黒でびっちり貼った一室を作るんだよね、白と黒の、うん、そこの部屋でとある訓練をその場でやるっていうのが視覚に訴える訓練。あとは動けなくなった、うちも作ったけどには3メートル級の板で、よく滑る板で滑り台を作るんだよね。でそこでとにかくの人間の進化、トカゲの運動っていうやつ、体内の中であの本当に古代からのさ、ほらオタマジャクシみたいにさ、腕が出て足が出てトカゲになって這いずり回ってっていう進化の過程を全部私たちが体内の中でやっていくじゃん、それをもう一回やるっていうパターニングっていうのを徹底的にボランティアさんとともに1日3セット、あとその子にあったありとあらゆる運動訓練を20から30チョイスして、おそらくね1000から1500通りある運動訓練の中で、今その子にぴったりあった運動訓練を、やっぱお金払ってるからプロのセラピストが数ヶ月間このプログラムでやってくださいってプログラムを組むんだよね。それをとにかく1日朝昼夜3セット、
ワンセット1時間のものをとにかくボランティアさんが最低3人入り込んでリズミカルにタイマーで1分から2分測ってとにかくリズミカルにやっていくんだよね。その運動訓練を教えるのは運動訓練をプロから学んできたお母さんもしくはお父さん夫婦で来るボランティアさんたちに教えるんだ。でそれをやっぱり見てそのやっぱりそのボランティア組織のものすごいその一生懸命さっていうか台風のようなムーブメントがそこで起こっている。1円も誰ももらってないのに群がるようにやっぱりそのボランティア組織が膨れ上がっていってるんだよね。でみんなその子の対象のその子をすごい愛している。今まで縁もゆかりもなかったのに、まあ、チラシを巻いたいろんなところで親を呼びかけてボランティアさんを集める。でボランティアさんは何だかんだ集めなきゃいけなくって、なぜかっていうととにかく障害児者のイメージを変える。例えば私本当にさくらが1歳のその誕生日の日寿司屋に行きました。夫とはもうその時会話がほとんどなかったんですよね。まださくら1歳になったばかりだけどほとんど夫婦関係もその当時もすでに破綻していて、本当だったらその森家のうちの4人家族の一大事にその仲が悪くてもそのさくらがそうだっていう宣告を受けたんだから、なんと仲が悪くてもやっぱりその日は寿司屋終わったら家に帰ってまだ幼稚園児だった息子を寝かせさくらも寝かした後どうするってやっぱり話し合わなきゃいけなかったけど、うちの夫はそのままタクシーですだからすすきのに直行して行ってしまったんですそれでそれはまずかったかなとも思うし、私ももうその冷え切ってるから行かないでとも言わなかった、もう諦めていたのかな。そして彼はすごく私以外の人間には語り部って言われてるすごくおしゃべりが大好きなんだけど、まあ、私とはもう一切口を聞かない。で行きつけのすすきののお店が何軒もあるから、今振り返って私もあの時若かったですよね。今振り返ると彼も最大級にどうしていいのかわからないほどの狼狽意識っていうか、ただそれを感情として表せないタイプであった。だからすすきのの馴染みの店に行ってカウンターでその悩みをすすきので語っていたのではないかなって思うんだよね。で夫婦でとにかくさくらについて語り会えなかった。でそんなこんなしていてその寿司屋の日の夜に、これまあさて大きい大きい、それで夜帰ってきて私は一人なわけでしょ。でうちの息子も寝かせて、その時にもう涙が止まらないほど溢れ出てしまって、どうしたらいいんだろうと。でその翌日も翌々日も夫とは特に口を聞くこともなく、涙だけがいつこれは止まるんだろうっていうぐらいどうしようもない涙がそう溢れてきて、その時に私やっぱりとんでもないものを生んでしまった、もう後には引けないとんでもないことを私はもうしでかしてしまったんだと。でその時何日間か、そうだな2日3日泣いてる時に、これは長男を育てているのも大変なのにものすごいこれ以上の手をかけて育ててもさくらは一生ものの障害者であり、またどれほどのその重さかも当時は1歳の時はまだわからないわけ、どこまでの重度なのか、もしくはこの子は養護学校に行くのか、それとも養護学校にすら行けないのか、もしくは私が見てきた特殊学級のレベルなのかがまだ判断がつかないですよね。その時に私本当に思い詰めて何をしようかと思ったら、こんな子育てて何になると、
ものすごい努力して育てても育てても育てても何にもならないし、この子の将来幸せになることはないと。なぜそう思ったかっていうと、幸せな障害児者を見たことがなかったから、ね、私がその時本気で思い詰めたのが、こんな細い首したちっちゃなさくらの首を絞めていっそのこと殺してしまおうって本当に思ったんですね。で、今日が最後のおっぱい、それでまだ幼稚園の年長の息子がここですやすや寝てて、その息子に寝てから泣きながら手を合わせて、ごめんってママ、さくら連れて死ななきゃいけないんだ。で、まだ両家が近い、夫の実家が本当にその時徒歩1分だったんです。で、うちの実家が徒歩6分ぐらいで、仲いいわけですよね。で、今から振り返れば2人ともまだ55歳くらいだった。55って言ったら今の私と同じで、なんとかごめん母ちゃん死ななきゃいけないから、あとはパパとおじいちゃんおばあちゃんと仲良く育ててもらってねって言いながら泣いてたんだけど、さていつそれができる、それすごいことですよね、殺すってね。で、もし私がその時うつの頂点に達してギューってやって、さくらがあっという間に死んでしまったとしても、じゃあ私こんな大きいのに自分で自分の首絞めるわけにいかないですよね。こんな大きい肉体を持った私は一体自分をどうやって死なせ絶命させたらいいんだろうって、そのまず方法が全く思い浮かばなかった。そしたらまた朝が来ていつもの日常が始まり、うちの息子の世話が始まり、ご飯作りが始まり、可愛いさくらは目を覚まし、おっぱい飲みもしくは離乳食が始まりっていう一日で、姑もうちの母親を毎日やってきてサポートしてくれるっていうことなんですけど、じゃあなんでその究極すぐ殺そうって思っちゃったかっていうと、それは一つね、大きな経験があるからなんです。それっていうのが、とにかく普通に育ってきて、分離教育で育ってきた私は障害児者のお友達がまずいない、友達がいないどころか身近にいない、いないですよね。じゃあその唯一の経験が、私が行っていた中学校が普通クラスが8クラスまであるんだけど、同じ階だったんですね。9組さんって言われている組が特学だったんだ。当時同じフロアにあったから、5分休憩のベルが鳴ったら全員わーって出てくる。8クラス中のみんなが廊下にまず流れ出ますよね。で、9組さんもガラッと扉が開いたらパパパパパパって出てくるんだけど、あのね、おそらくね15名どころじゃない、20人ぐらいはいたの、男女ともども結構な人数いたんだよね。で、私8組だったから隣のクラスだったけど、触れ合いなんか一切ないよね、ないよね。で、その中でひときわ目立つ、私と全く同じ名前のね、漢字も同じ、はるこちゃんっていう女の子がいたの。天気予報の晴れる子供の子。そのはるこちゃんっていう子が、本当にね、ハグみたいな顔した女の子でね、本当にハグだったかもしれないんだ、今振り返ったらね。で、そのはるこちゃんっていうのが、陽気な障害事例、とにかくガラーって休み時間の、チャイムが鳴ったら、ドアが開いたら、はるこちゃんがね、本当に胃の一番に踊るようにパーンって出てきて、必ずね、こうやってね、男子たちが各クラスのいじめっ子のからかう男の子たちの格好のおもちゃになるわけですよ。なるよね、普通ね。各クラスのほら3、4人ずついるでしょ。そしたら、あー、はるこ出てきたーって言ったら、はるこちゃんは遊んでくれてると思ってるの。で、はるこちゃんはね、ガーンって、今もはっきり覚えてるんだけど、必ずやるのがこうやってね、ピッ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 ピーってやったら、みんながまた、男子たちがからかってバーってなったら、はるこちゃんはその次にやることがね、自分のスカートをね、豪華にめくり上げるっていうことをやるんですよね。そしたら男子たちがまた、やんややんやって、揶揄するわけですよね。それを見たはるこちゃんが、もっとテンションが上がっちゃうわけ。それを、私たち女子やそのいじめない普通の男の子たちは、そこは日常の光景だったから、全員がこうやって友達と喋りながら、ただそれを当たり前の光景としてその5分休みを見ているわけでしょ。そしたらある日本当にね、
忘れられなかったのが、私もそのさくらを殺さなきゃいけない、でもそれはいつって泣いている時にはってやっぱりその記憶の扉が開いたのが、ある日春子ちゃんはいつも通りのピピピピピをやった後、ある5、6人の男の子たちに男子トイレに連れ込まれていったので、いつもはその先生が誰かしら廊下にいたのに、その時先生がゼロだったからなの。だから男子たちはそれを容易にできたんだよね。じゃないと先生に絶対止められますよね。そしたらそのゾロ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 ってニヤニヤした男子たちがその春子ちゃんを男子トイレに連れてったのを、あーってたくさんの健常時の我々は見ていたけど、誰も止めなかったわけですよね。そして5分休憩だと思うんだ。で終わったら当然出てくるけど、今大人になった私が思うのは、きっとパンツとか下げられてたんじゃないかなって思う。やっぱしその性的なのにすごく興味のある年代ですよね、中学生の男子たちってね。そしたら春子ちゃんは自分で喜んでスカートをまくっちゃうんだから、やっぱり見たいって思うわけじゃないですか。男子トイレに連れ込むっていうことはそういうことが想像できますよね。で今日大人になってしまった私はその光景がバッと思い出されて、親の目の届かないところでさくらがそんなことされる、もしくはそれ以上のことをされるかもしれない、我慢できない、そしたらいっそのことを今ここで清算してしまおうって思ったんですよね。で私がその時に親になってさくらを産んで、そのことを思い出しながら絶望に暮れてずっと泣いた時に、今さくらを産んだいろんなことを知った今振り返って思ったのが、なぜあの時おそらく廊下には最低でも100人の人間はいたはずなのに、誰もちょっと何してんのやめなってって誰も止めなかったのはなぜか。それはまず一つは、特学に行く子たちを同じ人間だとまず思っていない、全員が下げすんでいる、触ったところでばい菌扱いしているから、かばえるわけもないというか、かばうだなんて気持ちになんかなりっこない。じゃあどうすればその時に誰か一人でもやめなってって言える人間が出るにはどうしたらいいかったかなって思うと、誰でもいい、春子ちゃんのお母さんじゃなくてもいい、春子ちゃんの親じゃなくてもいい、あれだけいた、もう30人特学にいたとしますよね。あの中の誰か一人、特学の親、誰か一人でもいいから、いつもやってる全校集会の時に5分でもいいから登壇して、私の子供は9組の誰々の母ですって全校に語りかけ、あなたたちのご両親があなたたち一人ずつを心から愛しているように、私も特学にいるこの〇〇を心から愛している、両親はあなたたちと一緒の気持ちでこの特学の子たちを同じ気持ちで育てているんですよ、どうぞよろしくねって一言言ってくれたなら、全員が傍観者にはならなかったはずだって思う。私も女子高生だった時にちょうどたまたま、時間がバッチリ合えばね、学園前から高校終わって地下鉄出た時にちょうどバッチリ時間があれば、真駒台養護学校の今も走ってる太郎っていう大型バスがね、ちょうど通り過ぎていく時間に遭遇することがたびたびあったんだよね。私本当にその時に、あ、真駒台養護学校のバス太郎だって見て、そこにいっぱい乗ってるわけ、先生が乗ってて、それを本当にね見えなくなるまで見送って、その時私は、女子高生の私は何を思ってたかっていうと、この子たちの親はこの子たちをどういう気持ちで育ててるんだろう、この子たちのことを可愛いって思って育てているのかなって本当に思ってたの。知らないから、その親子を見たこともないし口も聞いたことないから、それから数十年後に太郎に桜が乗るだなんて夢にも思ってなかった運命なんだけれどもね。で私は結局のところ
まあ、さくらを普通級に入れたり、あとひまわり精神園をやめて普通幼稚園に、とにかくひまわりをやめて普通の幼稚園に入れ直すことにしたんだよね。その行く先々で時間をもらって、その PTA 総会とかに時間をもらって、新しく行く先々では今言ったような内容をどういう気持ちで育てているのかっていうのを、園児に向け、小学校は小学校に向け、とにかく校長先生と掛け合い、5分でもいい時間をください。だから私やっぱり友達たちも類は友よで、みんな各校やっぱり普通級に流れ込むんですよね。全員が同じことを知ってくどいぐらいに理解を示す。私もあの時に東学の親が言ってくれたなら、そのだいたいあの時1学級40名だから320名、芝320はいたわけだから、その中で誰か3人ぐらいはね、そういう気持ちが、あ、この子もう愛されてるんだって、男子トイレになんか連れ込まれちゃいけないんだって、からかっちゃいけないんだって思い、勇気が出て、その勇気のある、その当時のさ年齢ってそういうことを言うのすごい勇気のいることだよね。自分がその擁護をかばったせいで、お前も擁護かって言っていじめの対象になりうる出来事だよね。それでもとっさにやめろってって言った男子や女子が出たかもしれないって、今大人になって障害児者を生んだ私は今なら思います。そして、ドーマン博士のドーマン法3限も経験できて、これはやるしかないと思いました。で、お金持ちはどうするの？で、その一軒の家がとてもお金持ちには見えないお家だったんですね。で、あの失礼ですけどって、どこでここが、でアメリカにも行ったって言うんだよ。1000万かけてると思った時に、あのどうしてあのってちょっと聞きにくいんですけどって言って、お金でしょって1000万かかるからってやっぱり言われたんですよね。で、どうやって1000万かけれるような家に見えないよねって言って、はいって言ったら、うちはねって、夫の両親が家売ったんだって。その初孫、ダウン症なんだ、初孫でもう可愛くて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 しょうがなくていいって、自分たちは団地かどっかに入るから、もう全力でこの子を、希望があるんだったら全力で育てようって、1000万くれたんだって。もうないからってですよね。まあ、とりあえず一回アメリカにはもう行っちゃったから、とりあえずは、まあ、数百万はかかるけど1000万はまず1回目超えたわけだよね。あとは運動訓練のプロセスをお母さんはもうギュッと学んでいるわけだよね。あとはもうボランティアさんとともに、その毎日いかにやっぱり運動訓練をして脳みそに刺激を与えるか、あといろんな人が来て1円も払わないのに機器としてやってくる、手伝ってくれるわけだよね。で、実際にスキンシップするわけだよね。ね、お金も払ってないのに、どんな遠くからでもそのチラシを見た、ボランティア募集の来る人っていうのは、来る心がある、気持ちのある人間が来る。2軒隣でも来ない人は来ないんだから、その来る人間がその子について触れる、もしはさくらだったら、さくらちゃん頑張ろうねって、あ、さくらちゃんこれ楽しいの、さくらちゃんこれ大変だけどもうちょっとやってみようか腹筋って、そのね、声の周波数とかが全く違うんだって。その愛情を持ってわざわざ喜んで危機として来てくれる人間が出す声の周波数っていうのが全く違うんだって。そういうこともあり、ね、私は結局それでもう、でうちのその夫が会社経営をしていたので家を売らなくてもお金があったんです。だけどうちの夫は絶対やりませんよと。で、やっぱりなぜかっていうと、そんな高いのは詐欺に違いない、やっぱり高いですよね、どう考えたってね。で、もしそれでも1000万出したとして、あんたがアメリカに無事行ってね、それを習ってきたとしても、あんたは血液型が B 型であると、で、飽き性であるから、な、今まであんたと結婚生活をしてきたけど絶対に長続きするはずがないんだ、そんなあんたのポッと出た趣味に付き合ってられるかいって言われたんですね。で、出さない、やるのはいいけど1円も出さないって言われてしまい、そしたら私、その姑のところに
走るわけですよ。すぐ1分だから。そしたら、何そんなこと言った、あのケチ男がって言って、で、まあ、1000万は確かに高いけれども、まあ、母さんがちょっと考えるよって言ってくれたんですよ。そしたら今度エントリーしなきゃいけないわけですよね。神戸道満法に電話をして、でいよいよ神戸に電話をかけて、そしたら年間100組しか見ないんだって。100組でも100組って結構な人数じゃないですか。でその日なんとか姑がしてくれるそうだから、とにかくエントリーしようと思って電話を神戸にかけたら、なんと、あー、ごめんなさい、もう何ヶ月も前に100組は埋まってしまっているって言った時、びっくりしたんですよね。もうとっくに今年の100組は日本で決まってしまった、だから来年を待ってくださいって言われたら、そのやる気満々なのに365日待てないじゃないですか。もうどうしてくれるの、その貴重な時間をね。時になんとブレインウェーブ療法がラッキーなことに引っかかってくるんですね。じゃあこの道満博士の道満法じゃなくて、ブレインウェーブ療法、ブレイン脳みそですね、ウェーブ刺激を与える療法って何かっていうと、なんと道満博士の道満法のイギリス支部を辞めたカールさんが立ち上げたところだったの。でカールさんはずっと道満博士の右腕としてイギリス支部を切り盛りしてきたんだけれども、なんでカールさんはグレンこれを辞めたのかっていうと、やっぱりそのイギリス周辺のありとあらゆる脳性麻痺とかそういう脳障害児がやってきて、真面目にアセスメント運動訓練プログラムを組み立てていって、なんだけれどもグレン・ドーマンのドーマン博士のドーマン法って世界一厳しい訓練って言われてて、何が厳しいかっていうと、まず朝昼夜のこの3セットの訓練は絶対やらなきゃいけないですよね。でさらにブレインウェブ療法と違うところは、さらに食事療法のプログラムもバッチリ組まれる。今日鶏肉 30g、 明日牛肉食べさせて、その翌日は豚肉何 g、 野菜はこれこれっていうのも全部組まされるんですよね。でそれはさておき、真面目にそのお金を払ってやっている通ってくる子たちは、確かに健常者にどんどん近づいていくのはやっぱりものすごいものなんだなって、カールさんも見てびっくりするんだって、毎度のことなんです。なんだけど一つ大問題があって、兄弟児が犠牲になっていることなんだって。要は親はその子のみに一直線で、朝昼夜訓練して数十人のボランティアさん管理をしたら外出できないですよね。だから兄弟がどこも行けないし、親はこの子しか見ていないっていうことになりますよね。そして前にカールさんが、これは何かおかしいかもしれないって徐々に思い始めたんですって。そしてさらに、あまりにも事細かくスケジュールと食べ物が組まれているから、時にサボりたくなりますよね。親だって大変すぎて、だって一日もね休みがないんだから。でカールさんは、あ、この人何日やってないなってすぐ分かるんだって、嘘をついてるって。だけどそれがドーマン博士の方に知られちゃうと、やっぱりドーマン博士は一言さようならって言うんだって。でもそのさようならっていう言葉は冷たさじゃなくて、それなりの高額を払って親はその時覚悟を決めてやってるわけですよね。なのにできなかった場合、お金のまず無駄遣いになっちゃうでしょ。そして各国年間何組って決められてますよね。空きが出ないと新しいやる気のある障害児者親子が入ってこれないわけ、そういう理由でさようならって言われちゃうんだって。でその時カールさんもやっぱり道満博士の道満法を やめるって決断する前、ものすごく悩んだはずなんですよね。時にカールさんも、そして私の運命のターニングポイントとなる日本ブレインウェーブの代表となる小野瀬健人さんっていう男の人がいますね、その人と両方が同じ気持ちになった。それは小野瀬さんっていう人は、フリージャーナリストだった人が、ブレインウェーブ療法のある縁があって代表にもなるわけなんだけれども、フリージャーナリストだから小野瀬健人さんの方も英語もペラペラだから、アメリカで何かの事件があってそれを取材したいって言ったらアメリカに行く、アマ
ゾンで何かあったというか、アマゾンにまで行ってたんだって。で、小野瀬さんが、女性セブンかなんかで30年間連載を持っていた人気記事が、今はないんだけれども、小さな戦士っていうコラムの連載を30年間持っていて、その小さな戦士っていうのは何かっていうと、日本中で障害を持って暮らしている子どもから大人まで、生き生き暮らしているよっていう噂の障害者のところに行って取材をして記事を書く、こういう暮らしをこういう考えでしてます。それがやっぱりすごくご長寿で人気があって30年間連載が続いたんだって。あとはフリーだからいろんな仕事をしてたんだけど、そしたらある日運命の岡山県でなっちゃんっていう脳性麻痺の女の子が生まれました。そのなっちゃんっていう子はブレインウェーブ療法という訓練をお母さんが見つけてきてやっています。そのブレインウェーブ療法、なっちゃんを中心に、その町全体がなっちゃんを中心に回ってるがごとくの驚くべきムーブメントが巻き起こっているっていうのが耳に入ったから、あ、じゃあ今度は岡山のそのなっちゃんの取材に行こうって言って、小野瀬さんは普通はね、たった1回の取材で記事を書くんだって、度肝を抜いたんだって。一体この岡山のこの小さな町でこの脳性麻痺のなっちゃんという一人の少女が台風を巻き起こしていると。で、ボランティアさんたちの来る人数がすごいのと、来ているボランティアさんたちのそのエネルギーのすごさで、その来ているボランティアさんたちにもインタビューするわけだよね。とてもじゃないけど1回でここんちの記事は書けない。一体何が起きているのか見極めるまでなっちゃんちの記事は書けないということで、とにかく空き時間があったら東京から全部岡山に飛んで、小野瀬さんも実際にこの運動訓練法を教えてもらって、混じってなっちゃんの脳性麻痺の運動訓練をしてもらい、同じ釜の飯を食い、たくさんの人たちと喋っていく中で、これはものすごいことだと。で、そのなっちゃんのお母さんっていうのが、洋画学校の先生だったんだって。で、現役の洋画学校の先生で、なっちゃんは上にお姉ちゃんがいて、なっちゃんは第二子なんだって。だから産休を取って、分娩したわけですよね。で、分娩台、まだ分娩台にいるうちにこう出産ですってバッて出て見た瞬間に、まだへその緒もついてるのに脳性麻痺ってすぐ分かったんだって。それは洋画学校の先生だったから。時にそのなっちゃんのお母さんも、先生この子脳性麻痺ですねって言っても、そのドクターもまだ血清相談も来てないから、まだ分からない、まだ検査してみないと分からないかって言うと、脳性麻痺やって。で、血清取ってすぐ処置するから別室に運ばれていきますよね。その時に私はなっちゃんのお母さんにも実際に会ったんだけど、だからすごい品のいい喋り方する年上の女性でね、春子さん、おかしいやな、私まだ分娩台の上に座っているのに、一番最初に思ったことはな、夏は、夏っても名前は決まる、夏は絶対に養護学校にはやらん。で、分娩台で誓ったんや。なぜかっていうとな、養護学校の先生は当たり外れがあまりにも激しくある。もし外れの教師に当たった場合、その子はひどいことされても家に帰って口が聞けないから、誰にも訴えることができない。で、こっちもなんとなくちょっと教師としてあるまじきことをやってるんじゃないか、あれはあんまりなんじゃないかって、なんとなく分かるとするよね。だけどそれは指摘はほとんどできないですよね。よほどのよほどのよほどのことだったら言えるけど、そのギリギリの、そのもしひどいことをしたとしても、それって指摘するっていうことは大喧嘩になる、退職を余儀なくされるかもしれないですよね。証拠だってない、だいぶ前の話だしね。で、
の同じ養護学校の先生になるには、おびただしいその勉強をしてなっているプロと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 プロがいるわけですよね。そのプロがプロに物申す、それが先輩の教師だった場合と考えたら、普通は言えないですよね。やっぱりこう口をつぐんでしまう。で、この夏が外れの教師に当たった場合、その悲劇は計り知れないから、絶対にこの子は養護学校にだけはやらんって分娩台の上で私は誓いましたよと。じゃあ養護学校にやらないんだったらどうやってこの夏を育てたらいいのかって思って、彼女もその当時調べに調べに調べたら、やっぱりイギリスのブレインウェーブ療法にぶち当たるんだよね。で、彼女はおそらく英語ができただろうから、おそらく直にこのブレインウェーブ療法のところに連絡を何らかの方法でアクセスした。そしてなっちゃんだけのために年に1回イギリス人チームを来日させて、このそうよね、運動訓練を開始した。で、ボランティアさんたちがうなぎ登りで次から次へとやってくる。それは楽しいから、やりがいがあるからなんだよね。で、やっぱり考え方はドーマン博士のドーマン法も全く同じ。こっちは本家本元だしね。で、こっちのブレインウェーブ療法の本も、大人3人いれば両方の訓練はできるの。だけど、おびただしい数を常に集めなさいって、固定のボランティアさんがいたとしても、それでも常にチラシを巻き、新しい人間と出会わなきゃいけないっていうのを課せられるのは、なぜかっていうと知り合うためなの。私がさくらを殺さなきゃってその時思ったのは絶望したからだよね。でも今危機として喜びを持って育てているわけでしょ。さくらがしたことっていうのもね、すごくって、なっちゃんのもとになぜうつ病の人から健常者までたくさんの心の病の人たちも喜んで通うっていうのは、なっちゃんが脳性麻痺障害児であって、そこに集いなっちゃんのために奉仕するっていうことが人間としての喜びであるから、次から次へと人が寄ってくるわけだよね。その喜ばしい存在である、殺すような存在じゃない、この世からなくさなきゃいけない存在じゃない、180度違う存在なんだっていうことを知らせるため、実際に触れてもらって関わる、出会うことによって、その障害児者っていうのの固定概念を覆すために、常に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 新しいボランティアさんを、どんなに毎日行くよっていう人間が3人いても、それはたまに月1にしてもらって、常に新しい人をよこさなきゃいけないっていう理念がまずあるっていうことをまず知った。で、さくらは結局こっちのブレインウェーブ療法、こっちドーマーもできないんだから、ブレインウェーブ療法はそんなんで食事制限もなければ、結局ドーマン法と何が違うかというと、ドーマン法はとにかく健常者に、あなたの脳障害児を健常者に近づけるっていうのをスローガンにやっているから、それにすらもう一心見慣れず、サボることなくその言われた食事情報と運動訓練をリズミカルにこなさなきゃいけないんだけど、でもブレインウェーブ療法の方はもっと緩い、価格も10分の1に抑えていて、脱落者が出ないようにするためと、ドーマンは訓練が第1位、出会いが第2位なんだけど、ブレインウェーブ療法の方は見知らぬ人と出会うことがトップ、そして運動訓練はもちろんこっち仕込みのきちっとしたプログラムを組ませてもらうけど2番手だよ、それが嫌だったらもう契約しないで札幌に帰ってくださいって。なので運動訓練はそれは誇りを持ってちゃんとしたプログラムをさくらちゃんに授け、あなたはさくらちゃんのプロになるべくあなたを仕込むよ、あなたはプロにな、さくらちゃん専門の運動訓練士のプロとなって、あなたのもとにも数百人のボランティアさんがやってくるよ、その一人ずつにあなたは正しい運動訓練を教えるんだよって言われるんですね。で、ああそうなんだ思って、で、まあ、やることに決めたんで、うちの夫は私との仲が悪いけど子供のことは愛しているから、お金は1円も出さないんだけど、東京にも全部同行しろって海外して桜を抱っこして、やっぱり東京にも住んでいたから、まあ、どの電車ソウル線に乗るんだよとかなんとかだよっていうのは難なく、その現地のアセスメントセンターと泊まる宿には、まあ、連れてってくれるんだよね。で、その代表の小野瀬さん
が結局のところあまりにもそのブレインウェーブ療法の凄さと理念と考え方とそのあまりにも人が寄ってくる、ここまで喜びを持って人々がやってくるのかっていうのをどっぷり使っちゃったわけなんです。そのなっちゃんのところに暇さえあればもう癒されに通っていくようなもので、あとは人間ウォッチだよね。今来てるボランティアさんたちはどんなボランティアさんですか、どんなあれがあって来てるんだろうっていう感じ。そして、まあ、ある日、日本ブレインウェーブ療法はイギリス人チーム来日させるのも大変だから、ある日独立を許されるので日本人セラピストをね養成してイギリスまで修行に行って、 それで代表としてイギリスから小野瀬さんとそのなっちゃんのお母さん、あなたたちが代表として立つのであれば日本ブレインウェーブ療法を独立させましょうということで、独立した。私はまだその最後の、イギリス人チームが来日した時に東京に初めて行った。今までは電話で小野瀬さんといろんな話をしていろんな質問をぶつけて全てに答えてもらって、本物の小野瀬さんとゆかりさんに、有本ゆかりさん、なっちゃんのお母さんに会うのは初対面。そしてイギリス人チームと会うのも当然通訳も来ててね、初対面なんだ。で朝の9時からみんなゾロゾロそこにやってくる。で私はそこのセンターに泊まっていたから朝やっぱり6時とかに目が覚めるわけでしょ。でテレビも炊飯器も台所も全部あって、朝ねテレビをつけたらちょうどその日にそれこそその今年の、これは20年前の話、今年の日本での自殺者数の数が発表された日だったので、3万人毎年越しているのが当たり前になってきていた時でね、その時の朝のニュースも今年も3万人自殺者、3万人今年も突破してしまったっていうニュースの日だったんだよね。で私もそれを見てて、ああ今年も3万人なんだって、まるで毎年恒例のようになって数年経ってた時なんだよね。で実際に用意も万端で彼らがゾロゾロやってくるのを待っていたら、まず最初に9時みんな集合だから8時半ぐらいにまずは小野瀬さんが、ようこそ札幌からいらっしゃいましたって代表の小野瀬さんと、なっちゃんのお母さんがやってきましたよね。あ、この人が小野瀬さん、この人がゆかりさんかって初対面で挨拶して、でそのイギリス人チームが来るまでにやっぱりいろんな質問、私はもう覚悟を決めてお金も払ってこの訓練をもう絶対やるんだって決めてチラシも巻いて、まずはね30人のボランティアを集めないと1週間全部できないんだよね。ドタキャンも含め対応を聞く、大人は3人必要だから、私が常に出るなら常に2人のボランティアさんが必要なんだ。でも1週間回すには最低まずは先発隊30人集めなきゃいけないんだよね、でいろんな質問をする。そしてそこまでしたいのは、覚悟を決めてしたいのは、さくらを歩かせたいからっていう目標があったからなんだよね。なので小野瀬さんに、小野瀬さん、もういっぱい質問があるわけで、小野瀬さん、私これから明日札幌、今日札幌に戻ってボランティアさんをおびただしく見つけ、そしてこの訓練を開始するじゃないですか。この訓練やったら、要は必ずさくらはいつか歩けるようになりますよね。でその時に私が言ってほしかった言葉は、ああ絶対にいつかさくらちゃんも歩けるようになりますよって言ってほしかったんです。その言葉だけもらえれば頑張れると思った。で言ってもらえると思ってた、もちろんですよって言ってもらえると思っていたんだけど、小野瀬さんは、まあ、九州男児なんだけど角刈りでね、写真もあるんだけども見せられないんだけども、ってこう優しい心、ちょっと困ったような、って言って、お母さん昨日さ、せっかく飛行機に乗ってさ、さくらちゃん連れてお父さんと一緒にね、決死の覚悟でここに来たわけですよね。覚悟をもう決めたあなたにこんなことを、これからあなたはボランティアさんを見つけて毎日やったこともない日常生活
繰り広げるわけだけど、そんなあなたにこんなことを言うのはあれだけど、さくらちゃんはこの訓練をやっても一生歩けないかもしれませんって言ったんですよね。もうキョトンとしちゃって、えっって言って二の句がすることつけないでいたら、小野瀬さんがまたニコって目そらして笑って、お母さん今朝朝ニュースつけたって言うから、あ、見ました見ましたって言ったら、じゃあこのニュースも見たでしょ、今年の自殺者数発表されたよね、今年も3万人超えちゃいましたよね、ああはい、聞くけどさ、この1年間で自殺した3万人は全員障害者かいって聞いたの。次に、はあ、3万人は全員は障害者じゃないですって言ったら、そうだよね、3万人の中でさ、ほんの数パーセントは障害者が含まれているとは思うけど、それってでも9割以上はさ健常者だよねって言った時に、確かにそうだって思ったんです。じゃあさ、お母さん、お母さんはさくらちゃんに健常者に一歩でも近づかせたいから、わざわざ札幌から決死の覚悟で東京にやってきたわけだよね。それは一歩でも一名でもいいからさくらちゃんを健常者に近づけたいからでしょ。でも僕はあなたが求める答えを答えてあげることはできません。なぜなら僕も今ブレインウェーブ療法の代表を務め、その前には今もやってるけどね、小さな戦士っていう日本中の障害者をインタビューして回って記事を書いてきた。その中で僕がフリージャーナリストとしてたくさんの障害児者にインタビューしてきた。目の前にその彼らを置いた、触れてみた。僕の人間の幸せっていうのは健常者であることではないのではないかという答えに僕は今20年前に行き着いたんだ。それはこれから来るイギリス人のトップのカールさんも全く同じことを言ったんだ。人の幸せは健常者になることではない。じゃあね、これは僕の人生経験での答えなんだけど、じゃあ僕が思う人間の幸せ、生き様とは何かなっていうと、どんなに貧乏な家に生まれても、生まれながらに顔にどんなに大きなあざがあっても、生まれながらに足がなくても、一生車椅子生活であっても、その人が生まれました、そして何回か引っ越しをするかもしれない、でいつか死ぬまでいる場所に住む、地域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 において、その地域であなたの名前と顔が地域全員が一致して名前で呼び合える近隣関係が築かれている地域で暮らしていることなんじゃないのかなって思った。例えば普通ならさくらちゃんは一生、どんなにあなたがこれから札幌に帰って何十年訓練してもさくらちゃんは死ぬまで車椅子でしたとします。その間で、まあ、さくらちゃんは今2歳だけれども、3歳になっても4歳になっても5歳になってもずっとブレインウェーブ療法をやってるのに、こうやって障害者用のバギーでよだれ垂らしてここで固定されているかもしれない。普通だったらそれでもお母さんは
気持ち的に暗くなってなえるんだけど、スーパーに買い物に行かなきゃいけない、もしくは日光浴に勇気を出して公園に散歩に連れて行かなきゃいけない時に、もし一歩外に出たら近所の見知らぬ小さな幼稚園ぐらいの女の子がね、びっくりするでしょ。その見たことのないよだれを流しているちょっと大きな女の子が歩きもしないでこんなになってる姿を見たら、その子は生まれて初めて見るさくらちゃんにびっくりして目もそらさないで納得いくまで見るしかないですよね。だって見たことないんだから。だけど母親や父親はこれが障害児だってすぐ分かるから、そのこうやって見てる、見るじゃないって小声で言って、すいませんって言って足早に引っ張ってその場を逃げるように去るのが普通ですよね。で、あなたはその光景を見て返す言葉もなくもっと傷つくわけですよね。そうじゃなくって、そんな状況のベーってよだれを流しているがっくり来ているさくらちゃんをバギーや車椅子に乗せて玄関を出て数歩歩いたら、近所から、あら、さくらちゃん、どこ行くの？東高ストア行くの？豊稜公園？行ってらっしゃいって声をかけてもらえる地域を作ることだ。そしてあなたもまた近隣の人たちのおじさんおばさん、近所の子どもたち、地域の小学校の子たち、幼稚園の子たち、できる限り顔と名前を一致させて、名前、顔一致、挨拶を交わせる井戸端会議ができるような関係、その地域をあなたがこれから作るんだ。その生活圏内でそういう人間関係が築けることこそが人として生きていく中で一番幸せなことだと僕は思うんです。だからさくらちゃんは一生歩けなくてもいいと僕は思っているんです。ただ、さくらちゃんを知ってもらうには家に来てもらってさくらちゃんに触れてもらう、自我のスキンシップをしてもらうことが何よりも手っ取り早い方法だから、きちっとした運動訓練のプログラムは差し上げますよ。あなたをこれから仕込みますよ、だけどこの運動訓練は出会うための手段ですよ。これ以上の出会うための手段はないですって言いました。そして自殺したその3万人の健常者たちは五体満足で、あなたがそしてブレインウェーブ療法を全国でやってる78家族が全員が最初は憧れの存在であったであろう、その健常者たちが妬みやそねみや足の引っ張り合いや誤解、いさかい、いざこざによって要は全て人間関係のこじれである。そこでどんどん気が病んでいってしまって、もうみっちもさっちもいかなくなって、そしてある日こんな辛い毎日は生きていられないって言って自ら何らかの方法で命を絶っていってるんじゃないですか。ということは健常者が幸せであるっていうわけではない。良好な人間関係を自分が築けることこそが生きている間の幸せなんではないですかって言われた時に、本当に歩けることだけ目標に海を渡って飛行機に乗ってきたけど、そしてほとんど真っ黒な重い雲がずっとはびこっていたのに、その小野瀬さんの今言ったこの一連の話が終わった時に、私の目には本当に光が宿って、そのね真っ黒な雲がね、本当にこうやって隙間が見えたのを今でも思い起こせます。そして気が軽くなった。私これからお金も払ってね、すごい訓練をやるわけで、脳みそもフル回転、もう人間力を突破していかなきゃいけないんですよね。だけどそこまでの訓練をやっても、あ、さくら歩けなくてもいいんだって、歩かせなくてもいいんだっていうのが分かっ
た。もちろん歩いては欲しいんだけれども、歩かなくても大丈夫なんだっていうのが分かって気が軽くなった。そして、アセスメントをびっちり30通りの半年ごとにこれが東京に行くのね。半年一生懸命やってやっぱり成長するの。そしたらその時の体にあってまた半年間のプログラムを組んでもらいに必ず桜を連れて、で夫はね結局9回東京に行くんだけど、全部やっぱり夫は海外しく桜を連れて、まあ東京に、まあ、行ってくれました。そして、まずは、30人の人間を、とにかくまっさらな30人の人間を集めなきゃいけないから、でボランティア統計っていうのが世界中で出てて、巻いたチラシの 1% だけが来るんだよ。でなので30人集めたいから3000枚巻かなきゃいけないんだよね。で印刷してチラシを作って、元々の友達が、ポスティングとか全部もう手当てして3000枚巻いて、でボランティアさんが集まるまではもちろんうちの夫も訓練には参加したし、私の実の姉とか親戚とか、あともともといる友達が来てね、もう訓練は翌日からもう開始、滑り出した。あとはどん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 新しいボランティアさん、新たな出会いを募るんだよね、うん、そしたらね、なんとそうだな、1ヶ月ぐらいかけてぴったり30人の電話がかかってきました。すごいなって思いました。ですぐに小野瀬さんに、東京の小野瀬さんに、やりました、ぴったり30名新規来ましたって言ったら、小野瀬さんが、あら冷たい町札幌がですかっていう感じで、で、あの札幌って都会ってイメージがあって、さばネチネチじゃなくてね、さっぱりしたイメージがあるんだって、内地とこう違って。だからあの札幌は、あの時言わなかったけど、あなたを落胆されたら困るから、札幌はちょっと5000万までに言えないと言いたかったんだけど言えなかったんだって。なのに、ほら札幌だって言われて、いやいやいや、ほらよかった、誤算です、ってよかったですねって言って、まあ30人やってきて、うちで運動訓練が開始されました。そして常にチラシを巻き続け、ね、見せられなかったけど、もうありとあらゆる場所に趣味のようにチラシをね、エルプラザなの、どこだの、カンなので、あとはみんな自分でチラシをねコピーしては置いてくれるカフェとかに、知らない間に置いてくれる友達たちがいてね、なんで毎日電話が鳴らない日はないんだ。で、あの要は私さくらを殺そうと思ったわけですよね。で今日現在23歳だけど、言葉は一言もまだ喋ったことはなくてね。でやっぱりボランティアさんは1円も払わないのにやってきてくれて、で玄関までお見送りする際は、本当に今日もすいませんって、貴重なお時間いただいてすいませんって、本当にどうもありがとうございましたって言って、また来てくださいって言って、みんないいんだよいいんだよって帰っていくんだよね。 それでまあある日なんです。ちょっと一旦小休止しましょう。うん、ちょっとあの結構長くなったので、一回ここで区切って、またあの続きね、第2部っていう形でいきます。ちょっと小休止いたしましょう。はい、まずは第1部、ありがとうございました。今ね、ちょっと映像もね、ちょっと引っ張れるか、ちょっと準備しますので。